三井八郎上門は三井屋僧侶家であるホ家の当主が代々名乗った名前。三井高平原文2年ウルー11月27日は三井屋初代当主。三井氷の長男。三井高富保衛6年6月5日は三井屋二代当主。三井氷の次男。子孫は伊皿五家と称する。三井高房は三井屋三代目当主。高平の長男。三井高方は 高利の三男、高地を初代とする新長家の二代目で、高地の長男にあたる。歴代には数えられていないが、1734年に三代、高房が隠居した際、後継者の高見が若かったために、八郎右衛門の称号を譲り受けた。三井高美は、三井家四代目当主。幼は万蔵。1733年に、勘絵門を名乗り、翌年父の帝髪とともに、ホッケを、 継承1736年には新八と改名1738年には京都合わせ店名前であるサブロスケを継承1741年に新長家の高方の死亡を受けて八郎絵門を継承するところが美術品などの収集や最強寺への多額の寄進などによって大元法から多額の借罪を抱え当時健在であった 高草の遺行で1747年に、八郎衛門の名を実定である、新朝家の深夜へ譲らされる。1750年、次男の高清に法華を譲って出家するが、その後も浪費は収まらず、1756年8月には、一族からの銀銭200巻目を、手切れ金として一族からの離脱を表明する。だが、それでも、 密かに大元方からの釈材を重ねていたことが、発覚、同年ウルー11月13日号を継いだ、高清よりの申し入れで一族からの偽絶、追放が決定され、同月27日には、一族、手代83名の同意を得て、偽絶を決定する、申し渡し院行長が出されることになった。三井孝渡は、三井や三代目、当主、高草の産卵で実施に先立たれた。 広報の養子として、新長官の三代目を継ぐ。歴代には数えられていないが、1747年に、実刑である四代目高見が、八郎絵門の返上を迫られたため、一時的に八郎絵門を継承している。三井高清は三井や五代目当主。高見の次男。三井高雄は三井や六代目当主。高清の長男。三井高治は三井家七代目当主。 公有の長男、三井高義三井高義明治18年12月20日は、幕末、明治初期の実業家。三井家の八代目当主、四尾三井高広は三井物産社長、五尾三井高安は三井銀行社長、旧男三井高賞は三井物産社主。幕末維新の際には、幕府と朝廷の間を巧みに動き回り、三井財閥の基礎を固めた。 1859年外国部業所ご金御用達を務め、明治になって政府の銀行行政の実際面で活躍。第一国立銀行、三井銀行を創立。三井物産も設立した。三井高明明,明治27年2月8日は三井や9代、当主。三井高宗三井高宗,三井宗昭和23年2月9日は三井や10代当主。趣味人として知られ。 1906年には、麻布区今井町に大邸宅の今井町邸を建設。約13,500坪の敷地内には、農部隊や庭園、テニスコートなどが設けられたほか、後に国宝となる茶室、ジョアンが移築された。1922年には、宮内町からの依頼で、英国皇太子を迎え、晩餐会や農館省などで皇太子一行を接待した。 1933年に、公ウの隠居に伴い今井朝廷は死守である。第11代当主の高校へと受け継がれたが、1945年、戦災で消失した。三井高校8月3日平成4年11月13日は三井や11代当主。敗戦後の財閥解体で、三井計画者への支配権を失った後は、父、公ウが創設した幼稚園。 若葉海幼稚園を修正にわたって経営した。また、東京都港区西麻布にあった、僧侶家、三井八郎上門高皇帝は、東京都小金井市にある江戸東京建物園に移築され、一般公開されている。夫人の敏子は、旧福井藩主、越前松平家第18代当主、松平康志僧の娘、自動車愛好家としても知られ、第二次世界大戦前は、 ベントレイ・イスパノスイザ、ブガッティ、ランチアなどヨーロッパの高級車やスポーツカーを常時10台以上所有し、90歳代になってもベントレイ・ディタイプを自ら運転していた。三井久志則は三井や12代当主、建築家。2005年10月に三井本館に移転した三井記念美術館のインテリアデザインを手がけている。公益財団法人三井文庫、ありがとうございます。